休憩前に引き続き会議を開きます。この際公聴会の件についてお諮りいたします。令和2年度総予算について議長に対し公聴会開会の承認要求をいたしたいと存じます。公聴会は来る2月21日とし、公述人の選定等の手続きにつきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よってそのように決しました。次にお諮りいたします。3案審査のため本日政府参考人として人事院事務総長事務総局給与局長松尾恵美子君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑を続行いたします。この際馬淵澄夫君から関連質疑の申し出があります。辻元君の持ち時間の範囲内でこれを許します。馬淵澄夫君、馬淵澄夫君、馬淵澄夫君。